はい、こんな感じでステンシル作っていきました。で、これを、壁に貼って上からスプレーをしていきます、はい、でまだ内装終わってないんで、ステンシルはしませんが、またするときに動画にしたいと思います。で、告知なんですけども、クラウドファンディングの T シャツの発送ほとんど終わったんですけど、あの支援者の方から、何人か T シャツの再販の要望があったの で、まあ、この T シャツは限定版なので、もう基本的に当面の販売はないんですが、発注段階で、サイズ確認が取れてない方が結構いらっしゃったので、各サイズ多めに発注した分のわずかな分ですが、その在庫の分を今日の9時から販売します。で、リンクはこの説明欄のところに貼っておきますので、まあ、興味がある方はそちらから購入をお願いします。で、サイズなんですけども、まあ、基本的にこの T シャツは日本のサイズの T シャツとほぼ一緒のサイズ感になります。ただですね、こんな感じで普通の T シャツよりもですね、この身幅、このラインが結構シュッと細めなのと、まあ、腕も結構タイトに作ってあります。で、181センチの85、6キロの僕で XL で、この感じ、まあ、ジャストになります。で、表面が綿 100% で、裏面がポリ 100% の結構厚めの生地になります。バックプリントはこんな感じ。なので興味がある方は、まあ、ぜひ EC サイトの方から購入お願いします。はい、そんな感じで今回はステンシルの動画でした。また何かあれば動画にしたいと思います。はい、それでは。With the